が勝るで一番バズり散らかしたあなたには何でも願い叶えます。それではホテスタート。はい、どうぞ。リュウザーあっちゃんチョノキルブルでーす。今年最後のボイドビルクでございます。一番給料が上がってきたっていうところではかなり嬉しい、徐々にですけどね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今回僕からちょっと言わせてほしいんですけど、どうぞ。まぁちょっとお金がこう結構厳しくて、おちょっとパチンコ打てないんすね、今回の。え、あ、そう、ついにフラッグの城が落ちましたか。そうですね。ありがとうございます。まあ1パチ行こうかなと思ったんですけど、え、ちょっとサプライズゲストの方が、おう、あれちょっとアポイント取れて、え、いけるということだったんで、うん、その方と今回は、うん、給料過ごさせてもらいました。あー、素晴らしいよ。誰やろう。まあお楽しみにということです。気になるな。わかりました。皆さん変わった予想なく。え、今回どうなん、ガチお前何前回何してたか覚えてるか。お前天王寺行ってファミチキ食ってるよ。案件動画やろお前だけ。いや全然。なんか唐揚げと提携してんのお前と。なんか唐揚げからちょっとお金もらってたりする。やないとおかしいよな。ついつまうせや。唐揚げ禁止やぞお前今回。さすがに。ああ、そっか、わかりました。じゃあ今回ガチね。ガチで行こう。見たらはいけるな。あ、ちょっと一応誕生日って言うことだけ教えてください。その時は祝ってもらったよっていうので。あ、誕生日デートやったんや。そうなんそうなん。あ、チャナさん、今も DM お待ちしております。そうです、動画系が一番嫌いです。それだけ教えてください。早速見ていきましょう。はい、いきますよ、せーの。笑う角には福来たね。ありがとうございます。リクの給料日ルーティンなんですけども、まあ、今回ね、オープニングでも言ったと思うんですけど、パチンコがもうちょっと打てない、すいません。ただ、その代わりと言ってはなんですけども、サプライズゲスト、ビッグサプライズゲストですね。呼んでおりますので、今日はその方と一緒に給料日過ごしていこうかなと思います。紹介したいと思います。ビッグサプライズゲスト。ガラガラ。サプライズゲストのゆうとくんです。じゃないね、素人か。なんすか今日は呼び出して。今日はちょっとご飯でも行こうかなと。え、マジっすか。いや知ってたよ。ご飯をね食べに行って、はいはい、そっか。まあなんかゆうとくん洗濯機どうちゃうこうちゃう、まだ使えてないねんなお前洗濯機。そうなんですよ、あるんですけど、あとホースがようわからなくてすんの苦手で。まあそのもちょっと見てあげて、でも今日から洗濯できるように。早速晩ご飯食べに行くと思います。せーの、チュリチュリ。はい、ということで、はい、和食料理屋さんに来ました。はい、美味しいんですか。ここめちゃくちゃ美味しいです。どう、大阪の暮らしは。一人暮らし、うん、寂しいっす。寂しくないっすか。本当にずっとっすか。何年目でしょ。1年やな、ちょうど。どういう時に思う。あ、皿洗い、なんか寒いアッコーキッチンでしてる時ですね。寂しいってなる。え、なりますよね。ならない。皿洗い一人やってんすか。やってるけど、寂しいな。寂しがり屋や。いや、本当に。あんまね、そんなこともないと思うんですけど。寂しがり屋って言われるの嫌じゃない。嫌ですよ。ちょっとずっと今、ワールドカップの決勝やってて、フリフロでみんなで電話しながら見てたんですよ。やっば。福来たるさんどうみたいな話とか、匠とかそうしとって、誰かから言ったか分からないですけど、みんな共感して、なんか、りくくんって、俺が来てから遊ぶようになって、ちょっとなんか、人っぽくなっちゃうね。やっぱちょっと寂しかったんだと思って。それで徐々に人間味が、人間味が怪獣から後輩とはいえ人が遊ぶようになって。ありがとうございます。ゆうとのおすすめのカツ丼からいただきます。はい、どうぞ。うまい。フライと味噌煮込みうどん。
じゃあちょっと食べていこうと思います。次の人に。まあ僕の、給料日ルーティーンなんですけれども、最近ダーツに興味があって、まだダーツ行けてないんですけど、ちょっとダーツをやってみたい、ちょっと本格的に練習とかしてみたいなっていうので、マイダーツを買おうかなと。今日は、はい、僕の趣味を1個増やそうっていう給料日ルーティーンになりますね。ちょっとついてきてね、ごめんね。いい、ありがとうね。緊張してない？もう緊張してないの？まあ全然俺ダーツの何回も行ったこともないし、あの何やったっけ、ダーツのど真ん中のブルに3回連続入れること、そうやそうやそうや、ハットトリックや。でそのハットトリックを出してみたくて、めちゃくちゃかっこいいやん。であのダーツってブンビュンビュンみたいな音もめっちゃ出るし、であとダーツの中で一番点数高いのが20のトリプル枠があって、60点1回で取れんのよ。その60点を3回連続で入れることなんて言うんだっけ、あ、せー480や。ダーツの神様みたいな人がおって、1ラウンドに3回投げれるよね。それを15回繰り返して、15回のうちにその501を減らしてねっていうゲームがあるんですけど、それを3ラウンドの9回投げただけで終わらせた人物誰やったっけ。フィルテイラー。ちょっとマクド寄っていい？はい、ということでチキンナゲット2つゲットしたんで、今から念願のマイダーツを買いに行きたいなと思います。あー、いい、うまっ。で、あの、まあ、うん、まあ、熱いダーツ、うん、で、ダーツをはい、ということでクリスの給料日ルーティンでございます。よろしくお願いします。まあ難波に来てるんで、服を買って飯食ってで、ジャグラー行こうかなと思ってます。それなりもう今日はボケたりしないです。もうめんどくさいんでね、よろしくお願いします。さあ、ということで、南の三角公園雨村付近に来ております。僕が行く店は、アメカジのヴィンテージ等を置いてるピグスティに行きたいと思います。そのピグスティは試着室はまあ自分だけなんで、そこをチラチラ映しながらで行こうかなと思っておりますので。あれですね。もうみんなも分かりづらいと思うんで、ぜひ調べて来てみてください。ここの3階なんで。ここにお感触度全然あったかくない。買っていきたいと思います。ちょっと最高の。パンツで会えたんで、そっちを見せていこう。モノワですこいつなんですけど、ちょっと今から入っていきます。見てください、これっすよ。あ、もう最高のに出会いました。これで5000円。はい、じゃあこちらを買って次はパンツに行きたいと思います。お待たせ。おオスオスオス、お願いします。お願いします。いやちょっとあの言っていい？うん。いや俺ワクワクさんみたいになってるワクワクさん。今月の給料日ルーティーンということで、はい、やっていくんですけど、はい、香水作りに行きます。イエーイ。噂によるとですね、あのナンバーであの自分で香水を作れるみたいな、自分好みのフレーバーを作れるよっていう店があるみたいなんで、うん、今日はそれ行こうかなと思いました。なんか2人でなんかね、うん、いい感じの作れたらいいよねって、ね、ね、っていう感じで今日はやっていきたいと思います。うわ、走っちゃおうか。行け、行ってきますチェキチェキ。ということで作れました。はい、はい、こんな感じですね。めちゃくちゃおしゃれな、なんか香水5000円ぐらいで作りました。ちょっと高いです
はい、ということで一回開けてみたいと思います。こんな感じ、なんかもうインテリアにも向くような。で、これね、僕名前つけたんですけど25 years old って書きました。ちょっと今日誕生日です。おめでとうございます。今日25歳の誕生日です。で、なんかちょうどもうちょうどやんと思って名前決めれるんですけど、そうそうそう、これにしました。じゃあ一回わかんない、え、蓋の上からでわかる、する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 、すごい。これ一回取っていきます。はい、そう、 うわ、ちょっと 2、3 回ぐらいな調合をなんか調整してもらって、芳醇でスモーキーです。食べ物芳醇でスモーキーですね。あー、めっちゃいい。すごいこう、ね、綺麗なお姉さん方が作ってくれるんで、うん、ぜひ行ってみよう。よかったね。5000の価値あるよな。5000の価値あります。あります。この量やもんな、しかも。そう、いけます。多分ボトルもな4種類ぐらいから選べます。なんかおしゃれもできるんで、そう、なんかその女の子を読んだ時にあ、これなんでおしゃれやんってなるし、なんかめちゃくちゃスッとできると思います。クソ彼氏いいと思います。ぜひ行ってみてください。僕またね、違うとこ行くとこあるので、はい、僕今日誕生日なんで、はい、行ってみたいと思います。レッツバックゴー、ちょっと走ってきます。これ俺が買ってくれたら嬉しい。嬉しいです。お前買ってくれたら嬉しいやったら俺買うから。はい、帰ってきました。よいしょ。今育ってのホース外して。はいはい。いや、あのスタンプすな。この角度お前かっこいいな。そんなんじゃホースは取れねえよ。変われ。あ、先輩よ。あ、でも。すげえ。あ、赤赤。これドッキングします。ノッキング。ドッキング。ノッキングマスタージロー。ノッキングマスタージロー。ここ開けます。開けました。使えます。え、あ、出てますね。うわ、すげえ。なるほど。まあ一応プレゼントしてあげたということで。うわ、ありがとうございます。僕の給料はこんな感じで使えましたっていうのは、あとは借金返済と家賃とか、うわ、そこ、車のローンとか、わ、でか後半、車検とか、ということで僕の給料ルートは申し訳ございません。誰かにちょっと頼んなくします。あ、また見てね。うわ、えぐい。あ、撮ってる。テンション上がって開けちゃって、この羽、 なんていうんやろ、羽のところをハーレーダビッドソンのやつを買ってつけたらこんな感じになりました。バリ渋い、やばいって。ちょっと、ちょっと黙れ。ケースも買いまして、彼女にもちょっとプレゼント。ちょ、黙れ。じゃあ早速行きたいと思います。やっと到着したんで、こちらの、快活クラブでダーツやっていきたいなと思います。うわ、楽しみ。501です。これは501をゼロにするゲームなんですけども、早速自分のマイナスでやっていきたいなと思います。
まあ以上で、僕の給料日ルーティンを、あ、ちゃうわ、俺ら付き合ってもまた写真撮ってないな、一枚も。さあ写真撮ろうか、行くで、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ラーメン店に到着しました。夜ご飯で。その後ね、パチンコ控えてますんで、ここはもう、ちゃちゃっと食っていきたいと思います。チャカチャンチャンチャカチャカチャンチャン。よく動画で寿司好きっていうのをよく言ってると思うんですけど、寿司もまあもちろん好きやねんけど、その次に余裕でラーメンがめちゃくちゃ好き。彼女と100回飯行ったとして30回は多分ラーメンだったんですよ。60回は寿司。じゃあ、あと食べて次スロット行きたいと思います。さあ、ということで、ご飯もたらふく食べまして、ジャグラーをいつもは1000ペカで僕は行くんですけど、まあ給料ちょっと増えてきてるっていうのもあるんで、2000円でこれでみんなにペカルエを見せていきたいと思います。それではやっていきまーす。とりあえずこのファンキー君を鳴らしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、終了。みんな鳴らしてますね、ガンコーン。おらおら。ビッビッ。ということで、無事勝つことができました。投資2000円で回収が、5000円、僕が買った時は温泉に行くスタイルなので、地元に帰って温泉行っていきたいと思います。これが僕の給料日ルーティンにした一日見てくれてありがとうございます。じゃあ、バイバーイ。どうも、誕生日なんでいい店来てまーす。ちょっと静かして、撮影中に買っていきます。ハム、斜めベーコン。めっちゃうまい。めっちゃうまいです。いただきます。唐揚げぐらいうまい。はい、ということで、すいません、ちょっとね、店内の撮影がね非常に難しかったので、なんかこう一部的な絵しか載せれてないんですけども、まあすごくいい、ご飯を食べまして、で、なんと料金全部払ってもらいまして、ごちそうさまでした。いえいえ、おめでとうございます。すごい美味しかったです。美味しかったな。すいません、いい25歳の幕開けやったかなって思います。じゃあ、はい、25歳の抱負を、はい、抱負お願いします。私福来たいちゃんは25歳、車を買います。欲しい車な、うん、ちょっと、ま、車いいの買えたらいいなと思いました。うん、はい、頑張ろう。頑張りますね、絶対頑張ろう。頑張ろう。な頑張ろう。な頑張ろう。 なよし。うん、絶対頑張ります。
2022年最後の給料日ルーティンでしたけども、それぞれのメンバーの給料日があったと思うんですけども、まあそれぞれね来年に向けていろいろ目標あると思いますけども、まあ僕たちは50万人目指してますんで、最後まで諦めずに突っ走っていきます。来年も YouTube 街道まっしぐら走っていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイ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 。青帯寿司食ってんのよ。青帯寿司ライブね、腹減ってないんですよね。それ以上に腹減ってないな。なんだこれじゃあ。これはやっぱ根性がある。あるもんな。一番ね。なんだかんだあっちやの食ってんもんな。オッケー。水ガブ飲みとかでフェースなし。あ、もう食べ物。一応飯。じゃあ体重を。恥ずかしい。嘘つけ。アイドルか。はい、どうだい、こんで。72.8kg でございます。やば。デブやな。過去最高ではない。過去最高だね。お、79.2kg でしたね。なるほど。まあ、ギリ80乗ってないぐらいか。せやな。まあ今日で乗せれるな。まあ今日確実やな。俺も乗せんもん。7kg？ 1時間で7kg。フードファイターや。